はい、こんにちは、116ウィンズです。早いものでもう9月、レギュラーシーズンも残り20試合を切っているようなところで、ポストシーズン争いも大詰めとなってきましたが、選手たちの最終成績もだいぶ見え始めましたので、そろそろ今年を振り返るような動画も徐々にやっていこうかなと思っています。今回は大物選手の移籍1年目を見ていこうかなと思っていますが、昨年のオフ FA やトレードでスター選手が移籍するということも結構ありましたが、その選手たちが今季新天地でどのような活躍を見せているのか、そういったところを振り返っていきたいなというところで早速見ていきましょう。まずはダルビッシュ有選手ですね。昨年サイヤング賞投票2位に入り、充実のシーズンを送った後にカブスからパドレスへトレードとなりまして、チームとしてはエース格の活躍に期待していたことでしょう。そして実際6月末までは期待通りと言いますか、パドレスのエースと呼ぶにふさわしいピッチングを見せまして、防御率 2.44、 オールスターにも選出されました。パドレスの先発陣は誤算も結構多かった中で、ジョー・マスグローブとともにローテーションを支えた印象ですよね。ただそれ以降は10先発で防御率 6.84、 結果としてシーズン通算の防御率も 3.95 と、防御率だけ見れば平均程度のパフォーマンスにとどまっています。ダルビッシュ選手に関しては MLB の粘着物質等の取り締まりが本格化したくらいの時期から、まあ、ボールの回転数が減少したりですとか、まあ、そういったところがしばしば話題となりましたが、他にも怪我で2度 IL に入ったこともありましたので、状態は決して万全とは言えないのでしょうね。万全であれば前半戦のようなピッチングがまだまだできる選手だと思いますので、来季35歳のシーズンではあるんですけれども、パドレスのローテーションを引っ張る活躍に期待したいところです。続いてはジョージ・スプリンガー。スプリンガーは昨年のオフ野手ナンバーワンの FA 選手で、メッツとの争奪戦の末、最終的にはブルージェイズと6年総額1億5000万ドルの超大型契約で契約しました。2017年のアストロズの中心選手ではありましたので、トロントファンの賛否は多少分かれる部分もありながらも、純粋なセンターがいないチームでしたので、スプリンガーはこれ以上にないフィットと思われました。実際ここまでチームに与えたインパクトも相当なものとなっているかなと思っています。ここぞという場面で打ってくれますし、若い選手も多い中でリーダー的な役割も担っていたりと、グラウンド内外でチームにプラスの影響をもたらしていると言ってもこれはいいんじゃないかなと思っています。ブルージェイズというチームもスプリンガーがいるかいないかで全く別チームという感じで、スプリンガーが出場した試合でチームは37勝22敗、勝率6割2分7厘と大きく勝ち越すことに成功しています。巨額の投資に見合う価値をもたらしてくれていると思っていますが、ただこれは誰しもが分かっていたことではあるんですけれども、スプリンガーやっぱり怪我が多いんですよね。今季は開幕から IL に入ったのを含め、すでに3度 IL に入っていまして、出場試合数も9月12日の時点でわずかに59試合。分かっていたこととはいえ、ちょっと怪我に弱いですよね。スプリンガーがいない間のブルージェイズも結構苦労していた印象がありますので、来季に向けてはスプリンガー不在時の穴をいかにして埋めるかが、安定して今後シーズンを勝つためのポイントとなってきそうです。3人目はノーラン・アレナド。長年ロッキーズを支えたスター選手ですが、フロントとの確執が報道された末、カージナルスへ半ば追い出されるような形でのトレードとなってしまいました。アレナドといえばサードで攻守ともに一流の選手ですが、ただしばしばバッティング面に関してはコロラドの打者有利な環境でプレイしていた恩恵を受けていたのではないか、コロラドを出た後にどうなるかはわからないと言われていた気がしますが、今のところそこまでの影響はないんじゃないでしょうかね。アベレージはアレナドの基準からするとちょっと低めではあるんですけれども、ホームラン31本、投手有利なブッシュスタジアムでプレーしていることを加味すれば、 OPS8 割1分1厘は平均以上のパフォーマンスと言えるでしょうし、カージナルスが期待していた中軸としての活躍は存分に見せてくれていると言ってもいいんじゃないでしょうか。サード守備に関しても相変わらずエリートで、前回の動画でウェインライトの復活、アレナドの加入が大きかったのではないかとお話ししましたが、本当にアレナドを加えてカージナルス良かったですよね。残念ながらチームはアレナドを獲得した割には思ったほど勝つことができておらず、ワイルドカード争いをしているような状況ではあるんですが、プレーオフ進出に向けてアレナドの力は引き続き不可欠でしょう。続いてはリアム・ヘンドリクス。過去に5回 DFA されたこともあるなかなか苦労人の右腕ですが、アセチックスに移籍してからリーグ屈指のクローザーに成長。昨年もチームのブルペンを支え、 FA 史上トップのリリーフピッチャーとして市場に出た結果、世界一を狙うホワイトソックスと3年総額5400万ドルと、契約期間中の1年あたりの年俸としてはリリーフピッチャーの中では史上最高額の契約をゲットし移籍となりました。ホワイトソックスとしては地区優勝のみならず、ポストシーズンも見据えて打者を圧倒できる守護神ヘンドリクスを選んだと思っていますが、今のところ期待通りの活躍と言ってもいいでしょう。防御率こそここ2年間の彼と比べると少し悪化してしまいましたが、奪三振率 14.0、 対して予視球率はわずかに 1.0 と、内容自体は素晴らしいですし、34セーブもリーグトップの数値です。
今季序盤ちょっとバタついたのと、またホームランを打たれるペースが例年よりも高めで、9イニングあたり 1.6 本とリリーフにしてはむしろ結構多めなくらいなんですが、これが防御率の多少の悪化につながったというところでしょうか。まあそれでも一流のクローザーらしい成績を並べているのは立派ですし、今季のホワイトソックスブルペンは昨年活躍した選手たちが軒並み成績を落としていて、かつトレードデッドラインで獲得してきたクレイグ・キンブレルも本調子とは程遠いような状態ですので、多少ホームランが多くともブルペンで一番信頼できるヘンドリックスがポストシーズンでもフル回転することはおそらく間違いないでしょう。5人目、トレバー・バウアーですね。昨年初めてのサイ・ヤング賞に輝き、昨年の FA 市場でナンバーワンの評価を受けていた選手ですが、世界一となったドジャースと3年総額1億200万ドルで契約が発表された時には驚きましたね。世界一のチームにサイ・ヤング賞を取ったばかりの選手加入しちゃダメでしょう。パドレスも先発陣めちゃくちゃ補強していましたが、ドジャース・バウアーが誕生した瞬間に、さすがにドジャースがまだ上かなと思わされたものです。バウアーは格変みたいに言われることもありましたが、今季も17先発で防御率 2.59 とチームが期待していたであろうフロントラインスターターにふさわしい活躍を見せていましたし、粘着物質等の取り締まりが強化された後に回転数が激減したので、そこが投球に悪影響を及ぼしそうという点が心配されましたが、まあ、先発としては普通にやっていけるんじゃないかと思っていました。ところがその矢先に全く予想外の出来事が起きまして、バウアーに暴行されたという女性からの告発があったことが明らかとなりまして、これのせいで警察の調査を受けることとなり、7月から全くプレーできていない状況です。ついには今年いっぱいプレーしないことが発表されまして、バウアーのドジャース1年目は思わぬ形で幕を閉じることとなってしまいました。有罪無罪かの判決についてはまだ出ていませんが、ドジャースのチームメイトたちは彼に残ってほしくないと考えているという報道も出ていましたし、また判決に関わらず MLB から処分を受ける可能性もありまして、少なくともドジャースで今後もプレーするのはかなり難しくなってしまったんじゃないかと個人的には考えています。投手としての実力は一流なんですが、キャリア続行の瀬戸際に立たされてしまっています。おそらく今回お話しする選手たちの中で1年間でまさかこんな感じになるとは思っていなかったのはこのバウアーでしょうね。はい、そして最後はフランシスコ・リンドアですね。リンドアは順調にいけばコンオフ FA となる予定で、年俸も高騰することが見込まれていましたので、金銭面に決して余裕があるとは言い難いインディアンスはいずれ彼を手放すことになるだろうとずっと言われていましたが、それが現実のものとなったのが昨年のオフでした。いろいろあって就任直後にクビとなったメッツのポーター GM の置き土産がこのリンドア獲得で、開幕前にはメッツと10年総額3億4100万ドルの超大型契約も結びました。走攻守3拍子揃った MLB 屈指のショートで、メッツでもそのような活躍に期待がかかりましたが、ここまで打撃面では大きく期待を裏切るシーズンとなっていますよね。開幕からなかなかアベレージが上がらず、依然としてシーズンの打率は2割2分7厘。リンドアの打率はなぜかだいぶ有名になったのでご存知の方も多いでしょうが、これでも本当にひどかった時期と比べたら結構上がった方というのがまた寂しい。7月には怪我で1ヶ月ほど離脱してしまったりと、今季は本当にうまくいっていない印象です。成績不振もあって地元のファンからもたびたびブーイングの的となってしまい、本人もフラストレーションが溜まっていたんでしょうね。ハビア・バイエズとともにファンたちのブーイングに対して自分たちも親指を下に向けるサムズダウンで返すということをしたりと、メイクアップの評価が非常に高い彼らしくない行為もまた悪い意味で話題となってしまいました。まだあと10年もプレーするんですけれども、ニューヨーク1年目は早くも彼にとっては忘れ去りたい1年となっていますが、ただスターらしさは随所に見せまして、特に先日の9月12日のヤンキース戦、 ESPN で全米中継されたこの試合で、リンドアはヤンキース相手にキャリア初の1試合3ホーマーでチームを勝利に導いたということがありましたが、このあたりは彼が本来どういう選手なのかを思い出させてくれる瞬間でもありました。随分時間はかかってしまいましたが、ここから彼らしさを取り戻しまして、チームをプレーオフへ導くことはできるのでしょうか。ということで大物選手たちの移籍1年目をざっと見ていきましたが、結構明暗が分かれた印象ですね。アレナドやヘンドリックスは期待通りといった印象ですが、バウアーの例の一件はまさかという感じでしたし、リンドアもここまで打てないとは思いもしませんでした。スター選手を獲得したからといって必ずしも成功が約束されたわけではないことを思い知らされましたが、ただ彼らも今の地位を築くに至った理由があるわけですから、今季うまくいってなくとも来季以降また本来の力を取り戻す可能性は十分あるでしょう。来季もそうですが、残りのシーズンの活躍にも期待しながらこの動画は以上としたいと思います。今後もですね、 MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。